絶対負ける気がしないし。今日はレモンパワーなしでいきますよ。全然余裕なんで。みんなごきげんよう。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 立石学園院長のヒロ君とレモン君です。はい、よろしくお願いします。はい、今日はね、何をするかと言いますと、はい、これです。よいしょ。でかいね。でかい。スカイランドです。イエーイ。これ見た？見たよ、動画で。この前ヒロ君がね、一人でね。うん、歩いてんの見た？あれ、そう、すごいぎこちないやつでしょ。そうそうそう、それでね、うん、今日はスカイランナーだけじゃないんですよ。え、これ下にあるやつ取って取って、はい、下にあるやつ取って取って、これ下にあるやつ取って取ってはい、見てください。はい、いや、竹馬じゃん、これ竹馬ですよ。いやいや、違うじゃん。竹馬 で何をするかというと、うん、竹馬とスカイランナーで勝負したいなと思ってどっちが早いのか競争。そうそうそう、そんなのね、決まってんじゃん、そんな。何何何、そんな、なんで、え、スカイランナー舐めちゃダメだよ。いやいやいや、だってもう俺、小学校の頃なんて呼ばれてたか知ってる？知らない。竹馬のせっちゃん、竹馬のせっちゃん、竹馬のせっちゃんそう呼ばれてたからね。あ、そうなの。うん、竹馬のせっちゃん。そう、ひたすら竹馬で移動してたから。うん、なんか移動教室とかも竹馬で移動してたぐらいだから。あ、じゃあめちゃくちゃ早いんだ。もう早いと思うんじゃないよ、多分突き抜けちゃうかもしれないどこ。じゃあね、うん、今日はレモン君とね、うん、スカイランナーと竹馬がどっちがね早いか勝負したいと思います。うん、負けないよ、勝つぜ。すごいね。大きいでしょ。すごいよ、なんかモデル体型だよね、ほんと。ね、こんな足長くなりましたヒロ君に、その、まあ負けるはずがないというか。今日はレモンパワーなしでいきますよ。全然余裕なんで。絶対負ける気がしないし、竹馬、さっき練習してんの見てました下手くそです何が竹馬のせっちゃんだって位置について、よーい、ドン。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、見て、あれ見て。やばい、こっち行っちゃう。変な落ちちゃう。はい、レモン君、どうしたの？落ち込んでんの？まあさ、竹馬はさ、競うもんじゃないじゃん。ねえ、元気出しな。もうなんか一気に老けたね。今50歳ぐらいじゃない？まあ、あの、数々の暴言、失礼いたしました。すごい勝つ気満々だったじゃん。いや、そんなことないですよ。あ、本当に？はい、もうそんな、もう争い事は僕あんま好きじゃないので。あ、まあ、今日は楽しめたので良かったかなと。そうなの？はい、はい、今日はね、レモン君とスカイランナーと竹馬で勝負してみました。はい、それではバイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。